まあ本当はね、お前たちの素行が最近は良くはなってきたはずだったんだがな。まあ一人、はい、全然、はい、反省が足らない奴がいたが、はい、2回ぐらい当ててた多分全員の外出券はなくなってたぞよし、じゃあ一旦ロイヤーに戻れ。はい。で、6番のみロイヤーに入れ。あ、かわいそう。よし、お前たちに、あれ、フルナさんは、え、これもうすっかり収納されちゃいましたけどお前たちには自由行動で行っていいエリアと行ってはいけないエリアを、はい、説明する。はい、まずこっちだ。ワクワクするぜ。じゃあね。じゃあな、死神バイバイ。まず、ここ農場だの、この牧場だのは別に自由に入っても構わない。わかりました、はい、ただ懲罰簿の中には、わざと入らないように。はい、わかりました。でプールは自由に遊んでくれ。あ、ここプールなんすね。プールだ。池だと思ってた素敵なプールです。食堂、はい、これに関しても自由に入ってもらって構わない。はい。食事も自由に取ってもらって構わないが、立ち入り禁止のとこ、あの奥のところかな。あそこは入るときはちゃんと許可を得るよ。わかりました。わかりました。え？あ、そうなんだ。ねびっくりした、今来るの。ドアで落としたのに、閉じ込めたから。監視用区域に関しては、はい、入ることはダメだ。あ、わかりました、はい、ここは禁止なんですね。まあ、当日もここも、外しとくか。あ、わかりました。さあ次、自由広場、はい、ここはもう自由に使ってもらって構わない。はい。で、ここ監視塔なんだから、ここはもちろん侵入は禁止。はい。さあ次に風呂場、自由に入ってもらって構わない。お、やった、風呂入ってないんだよ今日。風呂入れる。まあここら辺は自由に使ってもらって構わない。なるほど、やったー、やったぜ。ワクワクする。その間6番は、まあ6番には、牢屋に入って反省してもらおうあ、それともう一つ、はい、医療室なんだが、はい、ここも特別に解禁する。あ、いいんですね、はい、まあここのベッドの方がゆっくり休めるからね。まあそうです、まあ、休みたかった、自由に入ってもらったから。まあわかりました。じゃあ明日を楽しみに。はい、ゆっくり休むように、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もう一人で締められるようになったんだけどよし、じゃあ2つを減らすぞ。9番残り20日、ついに20日か。じゃあ8番、はい、残り17日。はい、よし。6番、おめでとう、残り、13-1 の12日だなんだそんなに喜んじゃって。じゃあおやすみ。おやすみなさーい。おやすみなさい。今日の夜は3分間だちょっと車の先渡しに行きますわ。そうだね、コップ渡した方がいいね。今日何食べた、みんな。今日はカツ弁当。はぁ、カツかぶった、カツかぶり。おはよう。おはようございます。大丈夫か、楽しみすぎて眠れてないなんてことはないな。いや、もうワクワクですよ。眠れすぎて一瞬でした、マジで。よし、ん？ 6 番、お前はここだぞすいません。よしよし、じゃあ、6番はここで待つように。はい、じゃあ2人はついてこい。お、私からのプレゼントだ。なん、そして、あ、今回は、はい、特別に、あ、牛乳だ。おぉ、骨つけようと思う。なに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 もらったのね。なんか向こうの方でなんか結構うるさいんですけど。何もらったの。牛乳とケーキだよ、俺たちは。嘘でしょ、ケーキ。すまんな。ま、実はだな、この刑務所の、はい、ま、設立記念日が実は今日ということで、まあ、毎年こんな風に、自由にさせている。あ、そうなんですね。まあそこのいい人物に限るが。ありがとうございます。さあ、じゃあ今から、はい、丸一日間自由に行動するように。はい、何かあれば、連絡するように。じゃあ、二人とも、はい、丸一日有意義に過ごすように。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、
6番。はい。お、お、はい。ちゃんとケーキと。はあ。なんか浮いてるが。ケーキ浮いてる。はい。は、まあ、楽しむように。ありがとうございます。刑務所のね、ケーキとケーキをかけてみたいな感じですね。ありがとうございます。おお、うまい。いや、ありがとうございます。マイナス2日ぐらいしとく。お願いだから。まあ冗談だよ。刑務所ジョークと、まあ、いやもうブラックジョークなんだから。本当感謝ケーキを出すなんてケーキがいいですね。ああもうこれポイントあげちゃうから。そっちのポイント。そっちのポイント。冗談だ冗談だ。まあ冗談。今日はもうご機嫌だな、ね、もうの感謝本当に。じゃ広場行きましょう。今もう彼には聞こえない声が。よしこれでとうとうやっと木がゲットできるかな。やっと進めるぞ。あっってか木育ってる。えマジ育ってる。植え替えたから。やったやったやった。よし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 やっとよしよしよしこれでだよとうとう。木、原木が今4つあるから、4つで、1個で、だから、16個。まあ、作れるね、木のピッケル。もう作りに行くか、じゃあ。行きましょう。え？これ、え？あれ？あれ？で、で、出るな。どこから？え、広場から。ヘルマから出れません。いや、普通にドア閉まっちゃいましたよ。最初の二重扉の最初の扉が。入ったら上のレバーで開けたのか。いや開けてないっす。そのまま勝手に開けてないっす。ちゃんとここ開けないと入れないに決まってるだろ。開いてて最初。ああ開けるんだ。はい冗談ですよ。暇だろう。あ、はいびっくりした。おお暇か。はい暇です。今すごく暇か。はい、そうか。じゃあ分かった。じゃあ特別の場所に連れてってよ。さあ、ついてこい。最初これは、この行為はいいんですね。ついてこい。はい。あいつどこに連れてかれるんだ ?6 番。どこだろうね。こっちだ。はい。え、は、え、はい。こう処刑場ですよね。はい。ちょっと待っててくれな。はい。え、え、え、処刑？え？いやいやいや。なんで処刑場に？ねえ、それはさすがに。よし。はい。ちょっと上に来てもらおう。上、はい。上。ちょっとここの上に乗っかってもらっていいか。この上、はい。あのデモンストレーション。いや、お前がもう、あの、2週間切ってるから、ちょっと、スムーズな流れでね、こうできるか、どうか、ちょっとやってもらうか。で、飛び降りなかった場合は切るから、飛び降りるときは、ここで何か一言残して、こう飛び降りてもらう。もう、なんか、そろそろ書き置きかなんかしたらどうだ。いや、ちょっとまだ気が早い気はしますけどね。言うたあと2週間だ。書き置き。いや、大丈夫ですよ、まだ。あ、でも、いただけるんであれば本は持っておこうか。よし。じゃあ、まあここであと数日でね、まあ2週間ぐらいでお前がここに来るということで、はい、はい、ここお前が一番最初だ。よかったな。じゃあここで、本でも書いて時間を潰すように。え、え、いや本当に、処刑のデモンストレーションするために僕呼ばれたってことですか。そうだ。何あいつ。ちょっと待って、今死にそうだった。ね、危なかったね。溺れ死にそうだったね。食事ありますか。ちょ待って、何これ。ええ、トラゾウさんから書き置き用の本としてもらったのが園芸初級って書いてあってさ。あ、木の育て方、木にはてん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 光一定以上だ。それそれ俺が最初に見つけたやつだよ。そうだね。7番さんの7番さんの日記帳なんで。え、バレてるってこと。怖っ。え、警告でやってきたってこと。警告だねそれ。あいつでも多分あいつのことだから多分バカだから。はい、普通に間違っていけないですか。いけないいけない。なになに、どうなったの、どうなってるの。次は無理だわ。別のとこからいけなかったっけ。いやこれいけない気がするんで別行動してみようか。はい、
書き置きにも使えないじゃん。休憩室ってのはいけないんだ。壊せた壊せた壊せた。おお、なんか道ができた。多分これ7番さんが作ったところ。おお、言われた石レンガ。風呂場はダメだね。風呂場はいけませんか。うん、丸石がなんかあったとこあったよな。でもあった、あの監修休憩室のあああそこ行きますね。あそこ多分調理場から行くんだったっけな。死神くんは大丈夫？大丈夫。なんか進展は？いや全く。でしょうね。これで外を出て監修用のところに行ってちょっとあの掘ってくるわ。はい。了解。間に合うか。急げ俺。いやちょっと怖いね時間。木のピケルは3つ作れたの？木のピケル3つ作れた。あ、オッケーです。丸部分も作ったちゃんと。てか石のピッケルってどうやって作るのね。多分丸石でしょ。丸石、丸石って、そこら辺にあったの。丸石に潜む小さな悪魔、クロノアさんバケツどこにやっちゃったの。え、ちょっと待って、全員マイナス5か。突如訪れる究極の大ピンチ。次回さようなら田中、君の心も監禁しちゃうぞ。